1990年ぐらいですから、みんな何歳生まれてないね。2001年か2年か2003年ぐらいですか、ゴール前というか、一番スピードが乗ってる時の一歩、2m80cm、から2回ぐらいすり足やってから4の字で曲げて、まっすぐ真下にこう振り下ろす。ここで足踏みで足を切り替えます。この4の字を意識するっていうのがね、ポイントですね。ではこれから、実際にさっきやったやつをみんなやってもらいますけど、いよいよ1・1ランっていうのに入りたいと思うんで、回れ右すると1・1・1・1・1・1・1・1。はい、よーい、スタート。だから前に出すときにスーッと体を倒しながら足を前に出していくと、すごいこうスピードがつきます。はい、位置についてゴー、スタート。クッ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 クスタート、よスタート、よよよよスタート、よよ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 よ、ボートのリズムに負けないように、で運動も嫌いになっちゃうと、どん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 そのつくべく筋肉がつかなくなったり、神経がなかなかこうつかなかったり、運動神経がね、体を動かすと脳が鍛えられるということなので、まあ、みんなでワイワイ楽しいスポーツをこれからもやってほしいなと思ってます。思っていたよりも自分の技術を上達することができてとても楽しかったです。あまり得意じゃなかったけど走り方を覚えたので活かして頑張っていきたいです。